ございます。もう暑くなってきたってことはね、もう夏休みになったら日本に帰るので、そのためのね準備をぼちぼちとね計画しています。もちろん飛行機のチケットは取らないといけないし、あと日本に帰った時にね、どこへ行くか、あまりね夏休みは日数がないので、計画を立ててね、いろんなところへ子供たち連れて行ってあげたいなと思っていて、ちょっとねいろいろ調べたり予約したりで忙しく過ごしています。それと同時に日本からね持って帰ってきた日本の食材とかが結構ね我が家にもあるんですよ。で、日本の食材だけを入れているコーナーがあるんですけど、結構いろいろね賞味期限が切れそうなもの、割と日本の食べ物ってねケチケチしちゃってもったいないから、なかなか食べずにね置いたまま賞味期限切れちゃったっていうものとかあるので、切り干し大根とかひじきとか結構ね慌ててねいろいろ使っています。で、その中で今日これゼラチンね、これもね棚の奥から出てきました。これゼラチンを使って簡単に今日の夕方のねおやつを作っておこうと思います。こちらのチョコ牛乳とバナナ牛乳、今日はこのチョコ味でチョコのねゼリー美味しくできたらいいな、作ろうと思います。これに簡単に、ゼラチンってすごい役に立ちますよね。これを、韓国ね、スーパーとかにプリンとかゼリーが全く充実してないんですよ。とはいうものの、何十年も前よりはね、すごく進化してきてて、ちょっとは売ってるんですけども、日本のスーパーとは比べ物になりません。日本に帰った時にはもう本当天国ですよね、あそこ。私、スーパーのデザート売り場とかお惣菜売り場からね、なかなか離れることができませんね。でもあれだけ種類が多いと、選ぶの結構大変ですよね。日本に帰ると、なんかいつも選択肢が多いなと思って、もうどれにしよう、どれにしようってすっごい悩んじゃうんですよね。韓国ではあまり売ってないからね、こういうふうに自宅で結構ね、作ったりすることが逆に多くなりますね。では、ここへ戻します。このまま冷蔵庫に入れて冷やしておいて、帰ってきたら食べたいと思います。今日はこれから韓国人のお友達とお蕎麦をね食べに行ってきます。日本式のお蕎麦屋さんということで、韓国人のお友達がね、韓国人にはすごい人気なんだけど日本人の口に合うかなということで誘ってくれました。今日会うお友達への私からのささやかなプレゼントは、このブレンディーのコーヒーにしようと思います。もう暑いからね、髪の毛もまとめていくのが良さそうですね。あと買い物をねしてこようと思ってるんですよ。いつもね買い物するものを、ダイソー行ったらこれ買おうとかね、 YouTube 見てて私のお気に入りの美容 YouTuber さんたちがこれいいよって言ったものとかをね、ちょくちょくと書き留めてあるものがあるので、これを持ちながら買い物に行ってこようかなと思っています。結構面白いものが、なんかトイレの端、洗う棒、ダイソーかっこシリコンって書いてありますね。なんかシリコン状のすごくいいものがね、多分ね、ちょっとショート動画とかで見たんでしょうね。あとスーツケースの重さ測るやつ。あ、これこれ。スーツケースのね、重さをいつもね、体重計に乗せて測ってたんですけど、簡単にね、測れるね、ものがダイソーさんに売ってるらしいんですよ。こういうのも見てこようと。また何かくれんの？여름옷이랑가을옷인데、めっちゃいっぱいじゃん。맞는것도있고언니한테큰것도있고있다근데언니한테클수도있고오키그리고내가한두번밖에안입었어진짜얘는한번도안입고새거고핑크스키다からね이렇게맨날옷욕심이많아가지고なんでこんなに服がいっぱい아그래서이거でもね、いろいろ行かないといけないとこ多いからね、アロン。ありがとう。안에넣어있어서다꺼아涼しそうだし可愛いね。ありがとう。똑같은あ、ほんと、おー。はい、언니、소화할수있겠지。私にはさ、持ってない色だわ。じゃあ、あげるよ。でもいいね、ここで計算持ってさ、帰りにしなくていいからよくない？もういい？取って、これ、例えばね、これ入れて、オーダーして、割引。何、割勘？割勘、割勘。割勘もあるの、すごい。ついに割り勘文化が。
そばだけ足りるの？てかすごいね、こんな先月もあらな、あ、マナ、うん、これさ、こんな大きい、すごいね、これちょっと韓国っぽいよね。あ、ちんちゃん、え、こんな大きいのにつけないもん、普通もっと小さいよ。あ、ちんちゃん、タレが、このどんぶりどんぶりで来ないよ。これ、ムー、おー、これも入れる、うん、美味しいよね、うん、入れてもいい？うん、入れて。私はとんかつとそばのセット、韓国っぽいのそば、うん、私も入れて。あ、韓国、私も大根たっぷり入れて。あ、たっぷり、うん、大好き、大好き、うん、これ、うん、こんなんなんだ、びっくりした。今どんぶりで来たから何が来たのかと思って。いいでしょ、私絶対これだよ。クリームは冬はね、ちょっとさっぱりしすぎてる。使ってみるわ。うん、これは朝、うん、あのね、うん、皮膚の温度を下げてくれる、うん、うん、でもすっごいさっぱりする。でこれは夜ではなくて、うん、夜は私こっち。なんで？もうちょっとなんていうの、キメを整えるっていうかさ。화해라는어플이있는데、うん、그어플에서이화장품을검색하면、うん、그안좋은성분이들어간걸알려줘、うんうん、그래서보면여기화해2023년상받았다는거야、95%가괜찮은성분소소이인낫대、화장품엄청하는인플루언서、어、그사람한테추천받은거야。이거무라사키이거가도마어도마토리이거랑이거봐봐 진짜좋은 이거어디있어？아이거다아이거다비타민 C、아、이거진짜좋대진짜어제발사보래でもさこの당근パッド도さ진짜좋다고言ってたじゃんみんな。아이거는이사람이言ってん건아니야、응、이사람은私の好きな韓유르からこれパッド出てる。어本当だ。でもやっぱりいつものがいいからね。ドラえもんマスクがあるよ。早速朝作ったチョコレートをね、おやつに食べようと思います。どんな感じかな？足りないかな。寒天っていう感じですね。やっぱりゼラチンだけだから、もうちょっと工夫がいりそうです。